姫サキは、西木義家西木義族の常緑の低木内種を高木。樹高は2から4メートルになる。幹の樹皮は黒褐色。若い枝は緑色でなめらか。葉は、年絵ごとに1から4体体制し、時に角体が詰まって臨生状になる。洋芯は、長さ2.5から8センチメートル、幅1.2から5センチメートル、形は卵円形内脂共闘卵型で。 先端は、マリーカ、時に、やや尖り、寄部はくさび型ないし円形で傭兵に流れる。円には、寄部付近を除いて不明瞭な荒い虚子がある。葉の質は薄く、まさと比べると、厚みや光沢が少ない。傭兵は、長さ3から7ミリメートルになる。夏季は4月頃。今年枝の株の溶液及びがリンコーン脇から、長さ3から4センチメートルになる。 周産果錠を上向きに伸ばす。相花柄は長さ2から3センチメートルで、その先に計約5ミリメートルの黄緑色の小さい花を7から15個つける。花柄は長さ2から3ミリメートルになる。学列片は4個で、半円形で計約1.5ミリメートル。花弁は4個あり、楕円形で長さ約3ミリメートルになる。 柚水は4本あり長さ約2ミリメートル。花中は1本あり長さ約1ミリメートル。果実は、果てで冬に熟し、計約8から10ミリメートルの平田球場で、緑褐色になり、さらにこなすと4個に劣界し、その中から大々赤色の種子が露出する。小笠原諸島の固有種。小笠原諸島の向島、七島、母島、姉島、瀬島に分布し、 各島の低木林、海岸に近いやや湿った場所、日当たりの良い中腹地の林園、潮風が当たる稜線などに生育する。牧野富太郎は、日本本土のマサキに比べ、派質が薄く、厚みも光沢も少ないことから、ヒメマサキというのであろうとしている。種商名のボニネンシスは、小笠原諸島の無人島から転用している。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。